もうこれは受粉っていうかはできてるってこと？受粉は分かんないけど、よくほらできてないとコロッと食べたりとかしおれちゃったりとかするんだけど、まあそういう風になってもここにもね、ここにも、まあ蜂がもう蜂とかたまにウリハムとか勝手にやってくれてるんだと思う。蜂に飛んできてくれてるから、ね、これ自然だもんね、うん、あそこもできてる。あそこにもちっちゃいの、ちっちゃいの、あそこにもかぶっているの。どこ、向こうか。あち、まだあれだの大きくなる、うん、大きくなるかな、ね、もうちょっと、ね、置ける。あの辺なんか、ほら、あの、あれもいい、あれいいね。ね、色が、ここ。これがやれてたの、一番でかいね。うん。どう、ね、根元的に。こういうシワが出てれば。シワ？わかりやすく。ほら。おぉ。きれいな。かぼちゃだね。あ、シワ？シワ？うん、こういうシワが出てくる。たぶん。あ、これだけ今、オレンジ色っぽくなってるところ。違いない。ああ、そうだね。よく言うよ。中の色、その辺にもあったような気がするんだよ。その辺にも。その辺、そこにもあるけど、そこ2つあるじゃん。うん。これも取った方がいいなら。飾る！いいね、すごいね。これもうほら。良さそう。茶色っぽく。小さいのにね。茶色っぽくなってるね。ほら。これは小さい。こんな撮ったことないよ。ねえ、初めてだね。重いな。うわ、すごい量。どうするか。筒があるんだね、中に。こう。筒、なんていうの、中に穴があるんだね。穴の部分かな。一気に5つも収穫しちゃった。